おはようございます、斉藤博です。というわけでね、今日6日目でございます。お遍路6日目。昨日はね、1日休んでてね、洗濯したり荷物の整理をし直したりして過ごしました。でまた今日もね、打ち始めたいと思います。で荷物はですね、もうガラガラキャリー引くのは諦めて、こちらのスーパーのね、量販店で買った1000円ぐらいのバッグにしました。他にもいらないものはまた送り返してですね、リュックに詰め直したりいろいろして、まあ、一応これぐらいに収まったかなと。これを片手に持ってね、山登ってきたと思います。でこれから打つのはね、5番が終わって次6番なんですけども、6番の手前にあるこの第3次これですね、四国別格二十霊場って書いてあります。ここより約6キロこのお山をね登っていくんですけども、この別格二十霊場っていうのも、88以外に定められてまして、88に比べてどこにもね、山の奥とかですね、ちょっと離れた場所とか、そういうちょっと険しい場所にあるのが特徴です。でね、ここにも道のね、辻になんか立派なね、石碑が立ってますね、お地蔵さんとかね。書いてありますね、ここに、山本別格淳大山寺、第三寺とかね、大山寺とかっていう見方もね、しますね。でこっちにずっと行けようってことなんですけども、ちょっとこの辺もね、少し散策してから行ってみたいなと思います。でですね、まあ、今まだここうろうろっとちょっとしてみたんですけども、今あちらに見えるのが神社なんですけどね、ここにね、あるのがね、多分観音堂っていうふうに地図で示されているところなんですけど、堂っていうほどこのお堂もないですね、昔あったのかもしれませんけども、この観音堂というのが一応大山寺のですね、あ、間違えた、第三寺の前札っていうふうにもされているので、まあ、確かにこれだけあるとなんかね、ありがたい感じはしますよね。多分ここになんか土台があるんで、昔お堂があったのかもしれませんね、ここね。はい。まあ、ここは大きな道しるべとして入り口の役割を多分果たしているんだろうと思われます。で、道順はこっちですからね。まあ、6キロ、まだ山がね結構遠目に見えますんでね、これより6キロって言って1キロぐらいはこういう下の道かな、それからお山を登っていくってことでね、かなり、まあ、厳しいんではなかろうかと思いますね。さっきね、時刻言わされましたね、ただいまね8時50分です。朝の8時50分。近くのねコンビニの駐車場でまた寝て、朝起きたのは本当7時ぐらいなんですけども、またそこからいろいろ準備して、なんだかんだ出発が8時半ぐらいですかね。それで今歩いてますけども、本当にもう緩やかなね坂道がもうずっと続いてますんで、そんなにまだ今日日がねギラギラ照ってるわけじゃないんですけどもね、すごく涼しくて快適なはずなんですが、もうね大荷物しとって歩いてる身としては、まあ、汗だくです。もう汗だく、もうなんか小さい祠がお社がありますね。もうこの鍵がぶっ壊れてますね。もう閉めるつもりもなければ開けるつもりもない、開けてみようかな。失礼します。またさらに奥に何か木札が畳まれてますね。失礼しました、おやすみなさい。あ、いいっすね、これいよいよこれね山道ですよ。車道はねもう整ってますんで、もちろん車で行かれる方がほとんどだと思います。歩きはなかなかしんどいんで、大体車で回られるんですけどもね。というわけでですね、来ました、この車道とね遍路道の分かれ道ですね。こちらが遍路道ですよっていうね、いかにも山の中行くぞってこの、ね、感じいいっすよね。でこの 60m 先に飛び地と書いてありますけども、これで飛び地蔵というそうです。飛び地蔵行ってみたいと思います。ちゃんとね、割と綺麗ですよね、遍路道。この看板、遍路道保存協会っていうところがね、有志のというか団体が
保全に努めてくれてるっていう非常にありがたい団体なんですけどもね。涼しい。いや、あれかな、60メーターだからな。でもこれかな。ちゃんとこれ榊かな、榊というか、備えられてるね、葉っぱもそんなに古いもんじゃないですから、やっぱりちゃんと来てるんですね、地元の人が。今ね、すぐ上がったとこなんですけどね、こうさらに険しそうな道があります。しかしここが右本来の遍路道であると。本来に弱いですね。行ってみましょう。地元の人がなんかちょいっと歩いたりするかも。おお、トンネル。何何？なんかありますよ。周辺の草刈りのお接待お願いします。遍路道維持にご協力ください。名古屋市編集今後感謝。ハサミは返してね。余力がない。でも帰りにちょっとやろうかな。お？なんかね、今見えるかな。なんだろう、あのなんか鉄の台があるよ。ほらほら、これ何？これ、あ、害、そっか、罠だ。罠ビーですね、これね。これ中に入ったらガッシャーンですよ。初めて本物見ましたね。そしてなぜかね、あの左上に見えるポツンとしたあれ、マネキンの首なんですよ。ね。あの、動物を怖がらせたいのか、おびき寄せたいのかわかんないですよね。で振り返ったらね、あるんですよね、首がね。ちょっとね、小さい頭してますね。ちょっとこれ人間、ちょっと小さいですよね。人の頭にしては小さい。小顔です。イケメンです。捕まってね、ピーピー鳴くのがね、ごめんなので、先進みましょう。はい。で、今ね、この下から上がってきまして、一旦車道にぶつかりました。こっちから下りで上がってくるって感じですよね。上がっていくと。で、僕はまだこのまっすぐ、遍路道を行くよということです。これから行くね、山たくさんあるんですけど、山いくつも越えるんですけども、こうやってやっぱり車道っていうのはくねくね、舗装されてるけども、くねくねして距離が長いですよ。お遍路道は、距離は短いけども、急ですよっていうね、まあ二択なんですね。どっちを行くかは、まあ歩きの場合選べて、いやもう山道はとてもじゃないけど登れないよって言ったら、まあ車道をねくねくねゆっくり登っていくのも全然 OK ですし、まあ距離の短さ、時間のね短縮ということで、体力あれば、足腰に自信があれば、急なね足場の悪いところをねゴツゴツ登ってくるよと、まあそれもいいんですけどね。僕はもう単純に古い道を歩きたいっていうのがありますんでね、やっぱり道路じゃなくてこういう山の道、人の手が極力入っていない道こそ本来の本当の本来の遍路道っていうことで、それはどういうことかといえば、もう本物のね大昔からの道、昔の人たちが歩いた道を自分も歩いてるっていう気持ちになれるので、歩き遍路の醍醐味としてやっぱりこういう古いね遍路道、山の遍路道、これを行けるのはね歩きだけなので、やっぱり僕はそこに惹かれますね。あ、これはあの本当に昔の人たちが歩いた道がそのまま残ってるんだと、自分も同じところを歩いてるっていうね、先人たちとね同じ道を歩めるっていうね幸せ、幸運ですよ。まだ半分も来てないと思いますが、頑張っていきたいと思います。はい、時刻は今ね9時30分過ぎたところです。さっきね休憩してからまだ半分も来てないかなって言ったんですけど、
意外に来たらと来てたのかなっていう感じですね。おっとっと、なんか見えてきましたよ。休憩所ですわ。8丁目でした。8丁目休憩所、そうですね、綺麗、新しいですね。あ、これは立派ですね。癒しの道ベンチ部会、建設のね、携わってくれた方たちのご芳名が並んでおります。大地空海のお姿もね、お見えもありますよ。この机にも癒しの道ベンチサイン部会とね、あります。休ませていただきましょう。で、今ね、ちょっと10分ぐらい休憩しまして、荷物も下ろしてね、腰はかけなかったですけどもね、でゆっくり休憩しました。その間に一人ね、女性の方歩きで登ってかれましたね。お遍路っぽい格好はしなかったですけども、結構軽装備で登ってかれましたね。あ、またここから遍路道だ。あとは1台車が、神戸ナンバーのね、女性の方運転されてました。その方も一人登っていきましたね。あと2キロぐらいで二王門ってことだったんで、入り口のね、門だってことなんでね、まあ30分40分ぐらいかなで着けそうです。はい、時刻は10時5分です。また山道を抜けて、大山寺が左だよと、いよいよ近いんじゃないかなという気がしてきましたね。お、後ろから車の音がします。お遍路さんではなさそうですね。日本昔話みたいな歪み方してますけどね。はい、でこちらがですね、町指定の天然記念物多すぎっていうことでね、これまた立派な巨木ですよね。すごい、ちょっとこの上が見えないぐらい。すごいすごい、上がね、他の木でちょっと上が見えないぐらい、これもそびえ立ってますよ。すごいっすね。あー、来ましたね、来ました来ました、到着です。仁王門、でっかいね、石灯籠があって、童子像が、こんにちは。はい、一緒に登ってます。千葉県から来ました。疲れます疲れます。もう今ずっと、僕もその千葉県からずっと歩いてるんですよ。それでもう今旅をしている途中で、で四国に寄って、お遍路して。若いじゃな、まだ。今自分35歳です。もうね、もう体まだまだ元気、今のうちかなっていうかね、できるうちにやっぱりやっときたいんで、今やってます。あ、タケノコ取られてたんですか。あ、今ちょうど時期ですか、タケノコは。時期やな。すごいですもんね、竹林がね、立派な竹林ですもんね。で、ここ車で来るのもね、結構大変そうですよね。ね、にもよく入った。あ、そうなんですか。ここらでも見てみたらいっぱい出とんで。あ、本当だ、下からちょっとね、頭出てますね。体気付けていいよ。はい、ありがとうございます。はい、でこちらがね、山門ですね。弘法大師中興の遺跡、仏王山、大山寺。この仁王門は年季入ってますね。ちょっともう崩れかけてるっていうか、ボロボロなんで、上なんかね、シートかぶせて
シートも色あせてるんで補修しようっていう気がないっていうか、応急処置っていう感じです ね。作り変えてほしい気もしますよ。これだけボロボロなのは立派ですよ。なんかもうすごいな。運行様の方はもう目がくぼんじゃってますからね。一礼して、こんにちは。こんにちは。あ、ございます。うわ、着いたと思ったらこの石段。石段がすごいですよ。はい、ちょうど真ん中より上から登ってきましたけども、険しい石段ですね。タケノコがね、本当に生えてますよ。その道の脇にね、ポッポッポってね。すげえ食べたいですね。タケノコを食べたい。これは、あ、これスミレ。ちょっとぼやけてますけど、これスミレかな？アヤメ？スミレかアヤメか。こんな感じがしますけど、綺麗な模様してますね。あ、綺麗ですね、本当に。群生してますよ。すごい綺麗。お、仁王門の次は三門が見えてきましたよ。そしてタヌキが歌ってますね。ご機嫌ですね。よし、三門が見えてきた。またそのさらに上とか行かねえだろうな。これ上とかねえだろうなじゃなくて、奥の院があるんですよ。さらに上にあるあの祠があって、俺それ行くんですよ。忘れてました、計画したの。奥の院が、こんな山の上のさらに奥の院があるんですよ。それも行きますよ、もちろん。奥の院の奥の院じゃないわ、別格の奥の院ね。お、来た。さあ、いい。こちら駐車場ね。こちらは車道で、こっちから来ると来れるのかな。一礼してね、行きましょう。本当に88番のお寺はね、あの潤ってるんで、これ引っ張ったらバケツかな。おお、今ちょっと加減が分かんなかったんで何回か弾きましたけどね。いい音ですね。余韻上々ですね。元は本当にちゃんと色が塗られていたんでしょうかね。今まで見てきた88箇所はね、潤ってるんで、あのそういう色の塗り直しとかね、立て直しがきちんとされてて綺麗なんですけどね。なかなか人の訪れないこういうところは、秘境はですね、難しいんですね。お金集まらないんですかね。今なんかお経が聞こえますね。お経かな、権行ですかね。わうわうわうわ、素晴らしいですね。ちょっと荷物を置いて境内散策してみましょう。細かい細工ですね。ちょっと怖いっすね。はい、というわけでね、これもう本当に素晴らしい、あの、まあ、歌声じゃないですけども、お経のね、これもめちゃくちゃ聞いてて心地いいですね。お経を聞いて、お経
だと思うんですけど、お経を聞いてこんなになんかもう聞き入るっていうのは僕初めてですね。で、あの内容を聞いてますとね、別格20番、1番から20番までを歌ってるんですよ。それぞれのご本尊とかの何かをね、揚々と歌ってるんですよね。読めません。白雪の墓、あ、お馬さんですね。誰の山だろう、あ、山じゃない、誰のお馬さんですかね。春目、白雪を献納しとね。シンバですね。本当になんかこう山の上で静かでね、こういう車の音とかね、こう観光客の声もなくてですね、でお寺も本当にこの綺麗すぎないっていうのがね、僕はやっぱ好きなんですね。もう色が綺麗でテッカテカってのよりも、ちょっとこうね、資材とかも片付けきらないみたいなね、もうその木材の色あせたこの質感、木目がね出てるっていうのは僕はもう好きなんですね。やっぱりこれ仁王門の大師堂塔のね、大修復のためにね、ご寄進願いますっていうのがありますね。ごめんなさい、今お金がね、あと1000円ぐらいしかちょっとお財布に入ってないんでね。売られゆく牛は気配に悟くして、手綱持つ手を舐めて動かずって、これもドナドナの世界ですね。ドナドナです。別格霊場1番ね、第3次って。西国33巻ゼオン、こっちは大師堂かな。本堂行ってから大師堂ですからね。後でまた来ましょう。はい、皆さん、これはもう完全にね、スピーカーでしたね。だって1番に戻っちゃいましたからね。やるんかいと、まだやるんかいと思ったら、これはちょっとね、見えないところにありますけどね、ちょっと背伸びしたらね、スピーカーらしきもの見えたんで、まあ、スピーカーでした。はい、これも新しい絵馬もありますけど、この布ですよね。もう灰色、灰色すごい。いうのがね、もう歴史ですよね。侵略演技がありますね。じゃあ僕もね、農協したいと思います。はい、というわけでね、農協が終わって今御朱印もいただいてきました。お菓子のお接待もね、いただいちゃいました。というわけでね、このまた奥ですよね、奥の院に向かって歩いていきたいと思います。この本堂の左脇から道が伸びてます。短歌の小道というね、可愛らしい名前ついてますけどね、きっと可愛くないんでしょうね。そしてですね、まあ先ほどからもずっとね、もうようとね、お経がね、お経というか歌が流れてましてね、もう全くというか、カセットとね、ラジカセに気づかず私はね、聞き惚れてました。まあラジカセでもいいんですよ、聞き惚れるぐらい素晴らしいっていうのことですよね。後から参拝来たおばあちゃんはね、一聞きしてね、もうなんかラジカス流れとるわってね、いや、見破ってましたけどね。下手になんか用心深いところもあれば、もう行くときはコロッと行くんでね、もう大変だみたいなね、お金振り込んじゃうみたいなね、ありますから、そういう気質がね、結構ね、険しいんかな、距離的にどんなもんか知らないですけど、まあ、舗装されてる道であるんであれば、なことないよね。まあ、しばらくね、歩いてまで行きたいと思います。このね、短歌が刻まれた石碑がね、道の両脇にずっとありましたけども、その道も終わり、舗装されてない道になりました。まあ、それでもね、踏み固められてますんで、歩きやすいですね。ただ急です、勾配が。お、さらに山の中へと入っていく感じですね。あら、まだ短歌の石碑が
ありますね。これもいつ人目に触れるんかっていうね。こうやって作業されてね、こんな立派な石碑にしてもらえるっていうのはとてもありがたいことですけども、だっつってこれ見に行ってよとかね言えないですもんね。なかなかずっとこれからこの寺とね、山とね、信仰とともに残っていくわけですから、まあいいかもしれませんね。結構の堅苦しい歌だけじゃなくてですね、今歩きながら見てましたけどね、若い世代、まあ、子供とかね、子供って感じるようなそういう感性の歌もね選ばれてましてね、なんか幅広くね選ばれてる、応募があって選ばれてるのかなっていう感じがします。はい。でね、またねアスファルト時期になってますけども、勾配はね結構急になってきてます。そしてまあこの上にもまだあるというね、これすごいですね。上に行くほど何か優秀賞みたいな、こんな感じなんですかね。でもこれいいですよ、僕はいいなと思いました。夢うつつ暴君の愛車で突っ走る君の星まで虹の端越えっていうね、突っ走るっていうこの疾走感がいいですよね。お年がね、おいくつかは分かりませんけども、まあ暴君ですからね、先立たれて愛車が残っててね、本当に運転するかとかできるかどうかじゃないですよね。もう夢うつつっていうこのね、中で旦那さんのね車であなたがいる星までね、虹の端越えで突っ走っていくっていうね、もう情熱ですよね。しかもこういう何かね歌にねまとめて、詩的に表現できるっていうのがねやっぱ素敵ですね。こういう感性、まあ一朝一夕で身につくもんじゃないんですけども、こういうのはね本当にただね好き好き愛してるみたいな、なんかそういう、歌じゃなくてね、それこそ五七五っていうそのリズムとね、その字数っていうその制約の中でこそ発揮されるあの広がりね、余白の、広がり背景をね想像させる余地があるっていうのがこの制約の持つ威力ですよ。いや本当つづら折りとはこのことですね。くね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 上がってきますよ。そしてまた雲のストラップ、ごめんねちょっとね切るよ。さっきね出発する時刻言わせれちゃったんで正確には分かんないですけど、今11時35分なんですよね。登ってる時間自体はまあ15分ぐらい、15分も登ってないかなと思うんですけどね。いやー、ほらまた先一直線の坂、いやーすごいな。はい、休憩ちょっとね、ちょっとだけ立ち止まって歩いてます。今これね、道の脇に石の上に、土台の上にまた石が積み重なってるっていうね、もうこういうのも立派な何か願いがね込められて積まれているものですから、何か厳かなね雰囲気が感じられますよ。あ、綺麗、花すげえ咲いてる、癒しだわ。あ、人歩いてる、どっから出てきた、今なんか道の脇から出てきた。はい、今ねこちらから登ってきて人が見えたんで、おっと思ったらですね、どうやら別のルートもあるようです。こちら道しるべがありますけども、観音堂っていうね、道路が、道があってですね、そちらからある程度車まで来て登って来られるのかなって感じですね。はい。で僕が来た道から今ここで、この先車両の通行できませんでね、テルくださいってことなんですけども、もうこっち道路あるんですね。僕も地図見ながら来てなかったんで分かんないですけど、
こっちは行っちゃダメよってことかな。でここに黒岩大権現奥の入り口が左と、でこの右なんなんなんてね、ほらなんかあるよね。行ってみ、なんか建物も見えんだよな。あとで行ってみよう。とりあえず普通にあの案内板通り行ってみましょう。入って登ってきましてね、お堂が見えてきましたね。さっきの岩の石道路のところは、まあ、そこからでも行けますよっていうね。ただ直線できついんで迂回路があるって感じですね。下りは行ってみましょう。よいしょ。ちょっとぼやけてますけども、波切不動尊ということでね、あるようです。はい、今これ上からの景色ですね。ここはもうほんとちょっと急ですけど、下っていけば先ほどの石道路のね、入り口ですよね。今ここがねお堂ですね。これすごくね綺麗なんですよ。これ見てください。これ床なんかピカピカですよ。もうすごい数の千羽鶴がね両脇にかかっております。もうおみきやらね、おみきやらお酒やらおみきやらがねたんまり入ってます。すごいですね。うん、ちょっとここでねお参りしていきたいと思います。はい、というわけでね、黒岩大権現、別格一番大三寺の大三寺の奥の院ですね、黒岩大権現様の、お参りも終わりました。じゃあねこれからまた下っていきましょう。下りはね気が楽です。ただ足元ね滑りやすいかどうかは置いといて気をつけていかないと、聞き取られてね転んだら死にますからね。上に見えますね。さあす、はい、で今ねこのもう一方の道をね行ってみようと思います。そんなにもう長いことはないと思うんですよね。今 Google マップでね航空写真見たらなんか建物があるんですよね。まだ時間はね12時20分です。今ねお昼過ぎたとこです。お腹空きました。はい、今ね登ってきたらですねアンテナですね。これねアンテナがありました。ここのね大山691メーター、多分これが本当の頂上ですね。こっちは保安林なんで立て看板は朽ちてますが、まあ、行っちゃダメですよということですね、まあ、行けませんよね。なるほどなるほど、これがあるからねちゃんとねさあ道路もできてるわけですわ。もう奥の院の奥の院って感じですよね。年間で一体何回人が訪れるのか。石碑あり、石碑これなんすかね。いたたた、石碑じゃないですね。これなんか六角形の形をした六角柱というんですか。何の跡でしょうね。石碑じゃないですね。あれなんか何気に道が続いてますね。今手提げバッグその辺ちょっと置いたんですけど、もちろんこっちから帰れる帰るつもりはないんで引き返しますけども、これはこれでなんか登山道なのかな、トレッキングの道なんでしょうかね。トレッキングで来ないよな。
これは行けるけど行っちゃダメだよね。もうちょっと好奇心出してもうちょっとだけ行ってみましょう。まあ登山道、登山道ですね。戻りましょう。はい、じゃあね、下っていきましょう。今ね、もう一度 Google マップで見てみたら、さっき歩いた鉄塔のですね、アンテナ塔のもうあの横道というか、もう香川県との境なんですね、ほぼ。もうすぐちょっと下ったら、反対側に下ったらもう香川県っていう、今そこ、そういうところにいるんですよね、大山で。多分道も本当にこのさっき見た車道ですか、あそこに襲うように多分つながってるんで、まあどっかでぶつかるんでしょうけども、迷わないための目印に赤い紐がね巻いてあって、こっちですよっていうのでね、あると思うんですけども、まあ、さっき見たようにあの看板、ここが最頂点ですよっていう600何メーターの看板のところに、ね、あの登山同好会みたいなあのお名前があったんで、地元のね、あの同好会の方たちが登ったり、はい、印をねつけてくれたりしてるんだと思います。下りは早いですね。もう戻ってきました、石碑があるところまでね。石碑いくつか紹介したんですけど、他にもいいなと思うのあるのでね、それはブログに写真としてねまとめてアップしておきたいと思います。はい、というわけでね、やっとこさ第三寺に戻ってきました。なんですけども、ここの横にですね、観音堂入り口っていうのがありまして、で地図で見ると上坂、上坂かな、まあ地名ですよね、のね、観音堂っていうのがね、道じゃなくて観音堂っていうのが、上坂観音っていうのがあるんですよ、このちょっと先にね。だからこの道を行けばあるんじゃないかと思うん で、そんなにね遠く、距離的には遠くないのでね、ちょっと行ってみようかなと思います。距離はないですけどね、結構下る、急に下る感じですよね。はい、で今ね、谷を下ってまたえっちゃらおちゃら登ってきたところにですね、この観音様がいらっしゃってですね、一番導き観音保存教会っていうねのがありました。でこっちにも上に続く道があるんですが、かろうじて読める第三寺行きですよと、まあ、こっちが第三寺、こっちが第三寺で、まあこっちも多分第三寺の頂上ですよ、書いてる、まあ読めるな、大山頂上ってね、さっき僕が行ったところにつながってるんじゃなかろうかと思われます。そしてこっち見るとね、でここにちゃんと観音道ってありますんで、まあ、こっち側行こうかなと思います。はい、またここにも観音様がだか地蔵様だかいるんですが、これねちょっとやばいなと、やばいんですよ。くもちゃん、くもちゃん、くもちゃん、ごめんね。何がやばいって、雲じゃなくてお空の雲なんですよね。雷が鳴っております。でこの神坂観音って何ってよくね分かんないんですよね。この道全体のこと言ってんのか、遺跡遺構というかね、ルートとして何か一つあるのかね、よくわかんないんで、このまま行くと本当に果てしなく山が降りちゃう可能性が非常に高いんでね、うん、まあ戻ろうかなと。結構来ちゃったんですけどね、結構来ちゃったのよ。で雨降ってきちゃって、今こんな状態で雨降ってきちゃって、まだ木が多いんでね、まあずぶ濡れにはなりませんけどね。ああ強い強い、降ってきた降ってきた。まあね、濡れながら行こうか、ポンチョ着て。じゃあ戻ります。
ということでね、一番別格第一番の大三寺、その奥の院の黒岩大権現、両方ともね、お参りして、ご朱印いただいて、これから下ります。時間は今2時15分ですね。朝から登ってこんな感じです。で先ほどのね観音道ね行ってる途中で雨降ってきたんで慌てて引き返してきましたけども、今はまたね止んでます。多分あの雨はですね、もう帰りなさいって言ってくれたんだとね、まあ、誰だかわかんないですけどね、観音様だかね、なんだかが、もうこの先行っても危ないというかね、ずっと行っちゃうんでね、今回は引き返しなさいっていう風に言ってくれた雨だと、僕は解釈してます。おかげさまでね、雨じゃなければあのまま僕行っちゃったんでね、とんでもないとこ行っちゃったかもしれないんで、反対側みたいなね、山の反対側みたいな。で、戻ってきてね、ご朱印いただいて、よいしょ。ここのね、山門も本当に綺麗になったらまた来たいですね。大修繕が行われるってことなんでね。本当にもうズダボロですからね。おーおー、いい音してますね。じゃあなみたいなことかな、また来いよみたいなね、気をつけて帰れよみたいなね。はい、今時刻がですね3時40分ぐらいですね。だいぶ間が空いてますけども、今ここ、その行きにもね休憩した8丁目休憩所なんですけども、そこで腰を下ろしたらですね、もうあっという間に雨が降り出して、しかも収まらず勢いが強いままっていうことでね、もう今どうしようかなと思いながらずっとまったりしてます。まあ止みそうにないんでね、まあ、とりあえず降りなきゃって感じですけどね。もう寒いしね、濡れた服が乾いて、なんかね寒い、二重に寒いんでね、ちょっと下に降り、ちゃんと雨がっぱポンチョとフットカバー持って、もうこれちょっとね、お遍路道は危ないんで滑りそうなんで、まあ、道路をね、下歩いて降りようかなと思います。